の月収ゆずみを取っていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、めちゃくちゃ久しぶりのライブ前のゲットリーウィズミーを撮っていきたいと思います。いやー、めっちゃ久しぶりですね。これコロナ禍になる前とかは結構やってたりしたんですけど、最近ライブもなかなか行けてなかったりとかで撮れてなかったんですが、今日ですね、進次郎大さんのライブに行くので久しぶりに撮ろうと思ってゲットリーウィズミーを撮っていきます。メイク、髪の毛、コーデもね紹介していくので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまずメイクからやっていきます。いや、本当久しぶりすぎるこれ何年前だろう、一番最後に撮ったの。2年ぐらい前になるのかな。それはないかな。もう超久しぶりですよね。前はもうライブ行くってなったらゲットレディウィズミーを撮るっていうのがすごい定番というかお決まりだったので、すごい久しぶりの感覚です今日はちなみに横浜かな、神奈川のライブに行きます。もう超楽しみ。しかも私楽しみもう一個あるんですけど、オープニングアクトに LOL さんが出るんですけど、モカちゃんと何度かお会いしてて、一回ねリカリコちゃんと一緒に4人でご飯も行ったりとかしたんですけど、そのオープニングアクトでね出るっていうのですっごい楽しみなんですよね。この前もアベンマーのポップアップに来てくれて、モカちゃんが今週末めっちゃ楽しみとか言って話してたんですけど、モカちゃんのパフォーマンスも見られるっていうのでめっちゃ楽しみです。ただね、天気が本当に今日なんかすごい暗くて、外がそれだけがショック。最近もうだいぶ涼しくなってきて、すごい過ごしやすくなりましたよね。やっぱ私はこのぐらいの気温が好きかな。で、そうだ、今日はですね、やっぱその進次郎あたいさんのソロライブということで、メイクもちょっとポイントを加えようかなと思っていて、やっぱブルーを取り入れたいなと思って、このネイルも今ネイビーなんですけど、これはちょっとたまたまだけどブルーを取り入れたメイクをしようと思ってます。なんか結構前に私これと全く同じかちょっと忘れちゃったんですけど、ブルーのワンポイントが入ったメイクをねした時に結構質問もいただいてたんですよ。この明るい水色あるじゃないですか、これをね目頭に入れるんですよ。私よくカラーメイクする時この目頭にねちょんって置いたりするんですけど、これが本当に簡単でしかもすごい可愛いので、この方法はね結構どんなカラーでも使いやすくっておすすめなメイクですね。ここに入れるだけで全然雰囲気が変わってめっちゃ可愛いんですよ。今日みたいなそのライブの時のメイクとかもなんか推しのメンバーカラーとかでやるのもおすすめです。こんな感じかな。でこの目頭に入れるカラーは割と明るめのカラーの方が私は好きかな。あ、ていうか座席もう出たかな。なんかね電子のチケットなんですよね、いつも当日になったら確か座席が見れるんだけど、え、もう見れるかな。え、ちょっと今やってみます、開けてみます。でぶっちゃけ番号だけだったらどこら辺かわかんないですよね実際行ってみないとわかんないとこもあると思うんですけど、あ、そう、ちなみに私なんかライブの座席私結構な確率で端っこに当たることが多くってすごい嬉しいんですけど、なんか端っことか列の一番後ろとかそういう席が私すごい多くて、やっぱ端っこってすごい盛り上がれるじゃないですかそうだから私すごい好きなんですよね。前私何連続だろう、全部トリプル A さん関連のライブだったんですけど6連続ぐらいで端っこで、だいたい私銀ちゃんと行ってるので、あ、そう、今日も銀ちゃんと行くんですけど、だいたい私銀ちゃんと行ってて、銀ちゃんと、え、待って、私席運すごくないみたいな、毎回端っこなんだけどっていう話をすごいしてて、なんと6連続ぐらい1回端っこだった時ありますね。割と私席運いい方かもしれない。でも多分1列目とかは当たったことない気がするな。いつか1列目とか当たってみたいな。1列目ってエグくないですか、丸見え丸見えじゃないですか。だってえ、ちょっと待って待って、ドキドキする。しっかりとフラグを立てつついやでも絶対1列目はないと思うけど、え、ちょっと見てみます。うわ、めっちゃドキドキするこれ。どうしよう、ちょっと1回マスカラ塗って落ち着こう一回落ち着きます。毎回ドキドキするんだよな、この席を見るとき。まあでもドームじゃないのでアリーナだから、なんか別にどの席でもそんなに遠くはないと思うので、どの席でも嬉しいです。やっぱ行けるだけで嬉しいですね。その空間を味わえるだけで幸せですよね。でも今声出せないじゃないですか。声出せないの本当に辛い声出したくなっちゃいますよね、どう考えても。なんか声出し OK になった時にライブ行ったらなんかすごい感動しそうあー声出せたみたいな。盛り上がる時もわーって言いたいのに、こう拍手で拍手で我慢。ちなみにこの土日ね2日間とも行くんですよライブ。
もう本当に幸せ。最近幸せなことしか起きてないな。大丈夫かな、なんか。ちょっとマスカラ塗り終わったら見ますね。めっちゃドキドキしてきた。あ、塗り終わっちゃった。あー、ドキドキする。ちょっと開けますか。じゃあ変な顔ですけど眉毛ないけど、うわー、ドキドキする。いきます。いきます。お、え、アリーナ、アリーナ A1 ブロック9列9番10番9列？え、待って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 、これは？これは？え？これは近そうじゃね？近そうじゃね？え？え？9列ですよね、だって9列でしょ？ A1 ブロックですよ、しかも。なんか良さそう。なんか良さそう。わかんないけど良さそう。え、すごい！すごいのかかんないけど。良さそう。え、待って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 、すごいな。いや、わかんない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 けど、良さそうですよね。待って、マジどこだろう。でもわかんないけど、え、やばい。いや、でもアリーナはやばいな。え、嬉しい。ちょっとわかんないけど、まだ嬉しい。うわ、マジ、え、超楽しみ。どうしよう、超楽しみ。これはもう死んじゃうな。あー、嬉しい、楽しみ。アリーナ9列目でした。キャー、感染対策とかはしっかり行って楽しんできます。ライブっていいですよね、ほんと。ニヤニヤが止まらんくなってきた。ニヤニヤが止まらんくなってきた。超楽しみすぎる。あ、そうだ、これ、これね、あの、この前のポップアップでプレゼントでいただいたチーク、めちゃくちゃ可愛い。ちょっと今つけすぎちゃったかもしれないけど、これめっちゃ可愛い。 MAC のグローバルグローっていうやつ、すっごいツヤも綺麗で超可愛い色。ありがとうございます、ほんと。いや、ほんとポップアップもね、この前動画も出したと思うんですけど、めちゃくちゃ大成功でした。ほんとにほんとに幸せな3日間だったな。久しぶりになんかこう、みんなとも直接会えたし、いろいろお話もできたりとかして、すっごい本当にパワーもらいました。なんかやっぱまた落ち着いたら絶対にイベントをやりたいなって思いますね。前にあのレッツミートアップをやった時もすごいたくさんの方来てくれて、でみんなと最後に話して握手もしたりとかしてね、めっちゃ楽しかったな。またやりたいな、早くみんなに会いたい。で、このリップもそのポップアップでいただいたやつで、これもめちゃくちゃ可愛いので、これも使おう。バーニッシュドベージュ。このパッケージも超可愛い。なんか限定のやつ。で、めちゃくちゃ可愛いんです、これ。で、色はこんな感じの。もう私が大好きなベージュカラー。本当はみんな私の好みを、もう熟知してくれてる。本当に可愛い。うん。めっちゃ可愛い色。ちょっとこれだけだとあれかな。目に負けちゃうかな、これだと。ほんのり色足そうかな、上から。目頭のブルーがね、効いてて、ちょっと口元が負けちゃうかもしれないので、これを足してみます。2686番。ナーズのやつ。これもほんのり上から重ねてみよう。うん、可愛い色。あ、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い色になった気がする。はい。ということで、メイク、こちらで完成でございます。じゃあ、続いて髪の毛。いきましょう。あ、その前に着替えようかな。ちょっとその前に着替えます。はい、ということで着替えました。コーデはまた最後に紹介したいと思います。髪の毛やっていきます。髪の毛はでも今日はニット帽をね、かぶろうかなって思ってまして、なのでストレートかなっていう感じです。なんか暑いな、この格好。暑いかな。外は涼しいかな。温度調節が難しいですよね。最近なんか服装がマジでわかんない。どんな格好で行ったらいいかわかんない、全然。一旦袖脱いどこ。一旦暑い。前私、何の動画だったっけ？あ、モッパンの動画か。あれで、ボトックスをやったって言ったじゃないですか。エラと肩と。もう2週間経って、結構ね、効果感じてます。なんかエラとかもちょっとシュッとした感じないですか？最近結構みんなに痩せたって言ってもらえることが多くて、あ、でも実際体重もちょっと落ちてて痩せてはいるんですけど、でもやっぱそのボトックスでこのエラが割と柔らかくなったので、それもあるのかなって思ってます。あと肩もなんか、なんだろう、肩こり楽になったっていう感じはあんまり私は分かんないんですけど、ぶっちゃけ。でも多分緩まってはいると思います。なんかちょっと力が
入りにくくなった、まあ、逆で言うと力を入れづらくなった。なんか重い荷物とかも今までこう普通に持ててたものがなんかちょっとすごいいつもよりも重いなって感じることが増えたので、ボトックスは定期的にねやるのがいいらしいので、私は今後もやっていこうかなっていうのは思ってます。なんか前その話をした時に効果どうでしたかっていうのを質問をいただいたので一応話しとこうかなと思って、っていう感じです。ということで髪の毛もこんな感じで OK かな。最近ほんと髪の毛短くしてから外跳ねっていうか、なんかこういう感じの髪の毛しかやってない。これで結構ウェットにしてっていう感じでいつも髪の毛はセットしてます。まあ今日もこんな感じかな。今日はこれでニット帽をかぶりたいと思います。今日天気もそんなに良くないので巻いても取れちゃうと思うし、これでいきましょう。最近私ニット帽すごいハマってるっていうか、よくかぶるんですけど可愛いんですよね、やっぱニット帽こんな感じ。よし、じゃあ最後コーディネート紹介します。はい、ということで本日のコーディネートでございます。じゃん。今日はデニムのこのつなぎオールインワンを合わせました。やっぱブルーを取り入れたいなと思ったので、デニムのねブルーと、あと小物に結構ブルーを持ってきました。ナイキのエアフォースワンのカスタムのシューズと、バレンシアガのブルーとグレーのバッグです。でニット帽がアイムのやつで、これがあのアタイさんのプロデュースの前のブランドなんですけど、アイムのやつです。めっちゃ可愛い。でこの T シャツもアタイさんのプロデュースの新しいブランド W46 のT シャツ、ブラックです。でこれがサンローランのベルトで、このデニムのつなぎザラのやつです。はい、ということで本日のコーデこんな感じでございます。はい、ということでこんな感じで準備完了したので行ってきたいと思います。いやー、めっちゃ楽しみ。アリーナ休日中ですよ、だってちょっとまだ席どんな感じかわかんないんですけれども、楽しんでいきたいと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。